え皆さん、こんばんは、シューです。えー、今日はね、こんな感じ。あの、皆さんのおかげで800人超えて、今、803名、4名ですかね。えー、本当にありがとうございます。本当に嬉しいと思います。えー、今後も頑張りますので、ぜひ、応援くださいますと、本当に嬉しく思います。で、あのー、この前から言ってる 56GS の、ゴールドキャ,キャップゴールドのモデル、 えー、もう少しちょっと時間かかるので、それまではちょっとね、今までやってきた、えー、ブランド、えー、動画のをちょっとまとめていこうと思っております。あの、最近、この前もちょっと言ってるんですけど、まあ、成功のやつがだいぶ多いですよね。っていうか、成功がずっと続いてて、で、<laughs> あのそこから多分昔のやつも掘り下がっていただいて、そこにコメントいただいたりしてるものがちょっとあるんですよ。 まあ、オメガとかもそうだし、えっ、ー、と、<laughs> 何があるかな。結構ね、昔のモデルについてもちょっとコメントいただいたりするので、あのー、今日は私が所有しているオメガを全部出しました。えっ、ー、と、何本だったかなちょっと忘れたけど、これで多分全部だと思うんですよ。で、もう少し実はあったんですよ。で、<laughs> あの、友人にちょっと譲ったりとか、 いう形にしてってっあの何本かね、僕の手元からちょっとなくなってるものがあるんですけども、えー、この友人も大事につけていただいてて、あの OK かなと思います。であの、モデル名を全部細かく言うわけではないんですね。実際僕もモデル名を全部覚えてるかって言われると、ちょっとはっきりわかんなくて、あの上からバーっと行ってね、あのちょっと自分がすごく大事に思っているというか、 気に入ってるというか、いうものは最後何本かね、ちょっと腕に乗せたいなと思うんですけども、ちょっと上から行きましょうか。こんな感じ。これ、オメベガのクォーツです。デビル。デビルのクォーツとこういうね、こういうブレスレットのタイプですね。いわゆるこう、ブレスレット一体型と言われるやつですね。こういう感じ。こういうね、少し変わったね、文字盤をしているもので、 ニシンモデルですね。これデビルのクォーツですねな。なかなかこう昔の昭和のおっさんっていう感じのね、かっこいい時計ですね。で、よいしょ。こちらの方もデビル、デビルのクォーツですね。こういう四角いタイプのもの。で、こういうブレスレットがついています。これオメガの美女がついてて、これ全部フルオリジナルですね。いう感じですね。 これも結構おっさん臭いね。こういう感じのこの、えー、ブレスレットといいますか。これもオメガのデビルですね。で、次こっち行きましょうか。これ。これシーマスターです。シーマスターデビルのパイパンダイヤルのクオーツ。パイパンダイヤルのクオーツ。これね、今日15ですけどね。ちょっとこの日付だけ合ってないんですね。この前ちょっとあの、4月がちょっと変わったので、それやってないんで、あれやってないんですけど。 こんな感じこれ、パイパンダイヤルですね。のシーマスターデビルクオーツ。こういう感じの14金のゴールドフィールドでございます。こういう感じ。これもね、なかなかかっこいいんですよ。うん。で、ガッド、ポラリスですね。まあ、これはもうね、文句なしにかっこいいんですよ、ポラリスは。あの僕の動画を見ていただいている方も何人がね、ポラリス、 あの、所有の方がいらっしゃったりしてて、この前ちょっとね、このコマが足りなかったってことで、コマだけで3000円か2 3000円ぐらいする数をですね、1個。なので結構高いですけどね。このポラリス。シーマスターポラリス。かっこいい時計ですね。本当に綺麗なジェラルド・ジェンタ。有名なジェラルド・ジェンタデザインでございます。かっこいいですね。で、よいしょ。 これをここに入れていいかちょっとわかんなかったんですけど、こちら、スウォッチとオメガのムーンウォッチですね。スウォッチとオメガが作っているムーンウォッチですね。こんなもん持ってます。僕のはこれね、限定でして、このゴールドの針がついてるね、もので、少しこう珍しいタイプのこのグレーのダイヤルでございます。僕はこういうラバーストラップに変えています。こんな感じですね。ちょっとね、もうどんどんいこうかな。 これ,これはこの前もちょっと出てきました。これはオメガ C マスターのバンパーローター。こういう感じのものですね。音が聞こえてますかね。これバンパーローター。オメガが初めて作ったオートマチックのバンパーローターを積んでいるこのオメガ C マスターですね。かっこいいでしょ、これ。こういう感じですね。で、 オメガといえば、もうこちらが一番有名なモデル、30ミリキャリバーでございます。手巻き、30ミリキャリバー。僕のこちらの方は、こういうね、ホワイトダイヤルで、ゴールドの針、ゴールドのインデックスの少しだけ珍しいタイプになります。こんな感じですね。こういう感じ。どうですか ?30 ミリキャリバーですね。どこの時計屋さんに持ってっても、 絶対嫌がられることのないこの30ミリキャリバーなので末長くねあの修理しながら使える時計ですねでこちらも同じ30ミリキャリバーこちらの方も少し変わったダイヤルです内側にこういうねミニッツトラックというかセカンドセコンドトラックみたいなのがあって外側にバーインデックスが存在するというね少し変わってます普通はこうですね外側にこのねこういうメモリがあって 内側にバー、バーですよね。これ逆なんですね。ちょっと珍しい形でございます。で、12字だけアラビアが入っていると。こんな感じ。これも、オメガのこういう風なステンレスのベルトをつけています。で、次。これ、シーマスターのコズミックですね。こういうワンピースのケースを使っているシーマスターコズミック。こちらも非常に調子がいいです。 で、こちらブラックギルトブルー、えーと。ブラックのダイヤルに少しこういうゴールドのね、バイインデックスとかが入っている。少しだけこのね、色は珍しいと思います。すごく立体的なね、これインデックスなんですけども、ちょっとだけ珍しい色かと思います。で、これオリジナルのブレスレットがついています。ちょっとね、ムーンウォッチにもね、ついてたような、スピードマスターについてのね、ブレスレットなんですね、これ。このブレスレット非常につけやすいですね。 こんな感じ。ちょっとライトの位置がおかしいな。ちょっと待っね。よいしょとえ。どこどこどこ。よし、どこ行ったかな。これか。ちゃんと。これね、またあのコメントいただいて、やっぱり中さんのシーマスタークロノメーターのライスブレスセットがもうめちゃくちゃ気になりますということでして、この、ね、ライスブレスセット、本当にしなやかでいいです。で あのここに駒調整があるんですけど、これね、スプリングバーなんですね。バーになってて、スプリングの。で、駒調整ができるというものでして、こちらの方は風貌を据えてオリジナルの、するオリジナルでございます。なので、これよく見るとね、風貌にね、オメガのマークが、これね、見えないんだかな、これでは。ちょっとどうやったら見えるのかな。うーん、こうどうやったら見るかわかんないですけど、これオメガのマークが入ってるんですね。 で、こういう風にね、すごく綺麗なこのケース。この綺麗な風貌のね、このここの、このラインですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。こういう感じですね。オメガのーマスタークロノメーターです。で、昨日もちょっと出てまいりました、オメガのテレ,テレビスクリーンですね。こちらの方はブルーダイヤルという好評なんですけどもえ、光の具合で少し紫色にね、光ったりっていうするね。 かなりちょっっと変わったダイヤルをしていますこんな感じですね。で、こういうキャタピラーのブレスレット。もちろんこちらもフルオリジナルでございます。こういう感じですね。このキャタピラーのブレスレット、めちゃくちゃまだまだしっかりしててね、全然伸びてないんですけどね。こんな感じ。どんどんいこう。こちら、こちらはコンステレーションですね。オメガのコンステレーションカレンダー。 こういういい感じでございますこちらの方はね、最初来たとき調子悪くてえ、オーバーホールに出しています。なので今ね、マ、ま、マ、あ、まあ朝食ね、動いてくるんですけど、このね、コンステレーションのこの、このリューズ、軟角形かなんかのリューズこう、もうむっちゃくちゃ回しにくいんですよ、これ。もうめっちゃくちゃ回しにくいんですよ。なので僕は、よいしょ、ちょっと出るかな。片手では難しいかな。えー、っと、どこだったかな。 どこ,だどこだえー、っとねちょっと待ってくださいねこれかこういうねベルジョンのこうやってこう手巻きをねするもののためのねこの31409っていうのが売ってるんですよこれこういうやつだよねこういうふうにこうやってこうグリグリってこう手巻きが巻けるっていうものなんですけどこういうものを使って巻いています コンンステレーションですねこういう感じのね、ボコッとした感じ。こういう感じですね。で、こちらもオメガのコンステレーション。こちら18金の、こういうね、金のモデル。この辺のキャップゴールドって言われるようなやつですね。なので、こうやって端っこ見てもらってもわかるんですけども、このゴールドでこういうふうに、ね、ここ見てもらったらわかるかな。いう感じになってるもので、こちらの質感。で、この美状の質感も全然違います。 普通のコンステレーションとは全く違う質感のものになるんですけども、こういうね、結構がっつりこう、金の塊のような感じのもの、どうですかこれもかっこいいでしょこれはね、まあまあ調子いいんですよ。うん、もうめちゃくちゃ少しよくて、あの、あれちょっと待ってくださいね。 あ,あ、動いたな。よかった。びっくりした。今、潰れたのかと思った。こういう感じでね、すごくいい時計ですね。で、こちらはカレンダーがこうやってね、もう簡単に変えれるようになってるんですけども、こういう感じ。こういう感じですね。で、ガッと。はい。コンステレーションの、これ。スパイダーウェブダイヤル。今、ちょっと見やすいですかね、これね。 もうちょっと近づけてみようかな。どうしたら見やすいこのぐらいかな。ちょっと光ってるとは思うんですけども、こういう感じでね。これでわかるでしょうかもうめちゃくちゃね、このひび割れが入っているスパイダーダイヤルです。かっこいいでしょ、これ。こういう感じですね。コンステレーションのスパイダーダイヤルですね。こういう感じ。で、こちら。 こちら手巻きのジュネーブです。オメガのジュネーブ。こういう感じのね、結構薄いモデルですね。で、こういうちょっと変わったオメガの美女がついています。なので、こちらの美女ちょっと変わっててね、こう通し、うん、通して、もう一回ここに通して、こんな感じにちょっとなるんですね、これ。ベルトのようなね、あの腰につけるベルトみたいな、ね、バックルなんですけども、 こういう感じのジュネープ。手巻きでございます。こういう感じですね。綺麗な時計ですね。少し経過。小さいやつですね。で、こちら。ジャンと。シーマスターデビル。手巻きのシーマスターデビル。これはもう僕がめちゃくちゃ気に入ってる33ミリっていう大きさのね。超絶いいサイズのこのシーマスターデビル。こういう風な感じすね。で、こちらもバックルがついていて。 まあこういう、まあこれもライスビーンに近いといいますかね。こういう感じの、すごくしないかなブレスレットなんですね。こんな感じ。めちゃくちゃ状態いいでしょ、これ。これめちゃくちゃ状態いいですよ、本当に。こんな感じ。どうですか。で、これ。オートマチックです、これは。聞こえますかね、巻き上げてる音がね。 こういう感じの、こういうクロスラインが入っている、重要金、重要金だったかな。重要金の、こういうゴールドフィールドのこういうモデル。コメガですね、こちらの。こういうちょっとね、ティアドロップみたいな、この、変わったラグのね、モデルでございます。以上は、よいしょ。こんな感じ。で、こちら。こちらもオートマチックなんですけども、 これは、ね、これでね、まだもうちょっとね、変わってて、こちらもいわゆるキャップゴールドと言われる種類のものです。なので、こちらのね、感じ全然違うんですよ。このキャップゴールドってやっぱりね、分厚いので、あのー、普通で80ミクロンでめちゃくちゃ分厚いっていう感じだと思うんですよ。昔のゴールドフィルトって。あのー、セイコーとかも80ミクロンとかがありますよね。僕の 44KS 多分80ミクロンだと思うんですけども、全然こっちの方が分厚いんですよ。キャップゴールドの方が分厚くって。 あの今度来る 56GS のキャップゴールドも何ミリだたからすごく分厚いんですよなので光り方がもう全然違うんですねこれキャップゴールドってこれもねかっこいい時計でもうむちゃくちゃ何て言うんでしょうこれねすごく上品な時計に見えるものなんですけどこんな感じでねあのオメガめちゃくちゃあるんですねもっとあったんですけどまあ、少しちょっと友人に譲ったりとか いう形友人がつけてたりするんでね僕のちょっと手元にないものもあるんですけど何個かちょっとねつけていこうかなと思っています先によいしょこういう感じのどうですかこれかっこいいでしょこれこれねめちゃくちゃ上品なねこうなんかすごい高級感漂うねふ見た目なんですよなんかこれ 少し丸っこいっていうのかな何がどう違うのか僕わかんないんですけど、めちゃくちゃ綺麗な時計です。かっこいいでしょこんな感じですね。何つけようかなよし。では、これつけましょう。まあ、これはね、結構皆さんの前でもちょっとつけたあれなんですけど、シーマスターデビル。このもうね、この薄さと、これ手巻きなんでね、この薄さとこのブレスレットが最高の一本ですね。 こんな感じ。シーマスターデビュー。かっこいいですよ。この,このね、綺麗な上品な感じ。いいですね。で、何つけましょうあんまり皆さんの前でつけてないのとかにしましょうか。こういうシーマスターのコズミック。ジャンと。どうですかコズミック。これはこれでね、このなんとも言えない、この。 丸さというか何というかすごく変わったモデルというかこういうシーマスターコズミックですいいでしょうこのねブレスレットいいですよめちゃくちゃしなやかでこんな感じですねで、えー、なんかちょっとやっぱり暗いなもうち,ちょっとちょっとでしょでそうだなポラリスとかちょっとつけてみましょうかポラリスちょっとショートでもつけたりしてるときあるんですけどね ポラリスですねこんな感じ、うん。かっこいい時計ですね。こういう感じですね。で、まあちょっとね、こういうのを、ちょっとこう、面白いんじゃないですけど、オメガとスウォッチのこのムーンウォッチ、ムーンスウォッチと呼ばれるやつですね。こんな感じですね。 こういう感じです。これはこれでね、すごく悪くないんですよね。いい時計だと僕は思いますね。こういう感じ。うん。で、ちょっとね、これはね、見ていただきたいんです。すんごく変わった雰囲気の時計なので、ちょっと見ていただきたくって、最近ちょっとあまりつけてないんでね、こんな感じ、ボコンとこう、ね、真四角のものがドンと乗ってる感じの、オメガのコンステレーション。 この,この感じかっこいいでしょうこのガツッと細くなってる感じかっこいいですね。これも当然こちらの方はフルオリジナルで、あのオーダーで作っています。こんな感じですね。で、やっぱりこの前ね、大学院生の方もね、言っていただいたりとかしてるので、このスパイダータイヤルですね。どうですかこれね、この見た目に反してめちゃくちゃつけやすいんですよ、これ。 めちゃくちゃつけやすいんですよ、これ。なんかちょっとこう、硬くそうでつけにくいって思われがちだと思うんですよ、これ。結構ごついしね。これ、めちゃくちゃつけやすいんですよ、このブレスレット。最高ですよ。もうめちゃくちゃつけやすいブレスレットなんで、ぜひ体感してください。こんな感じ。で、まあ、もうね、オメガ。当然、あのムーンウォッチとかになるんだと思いますけど、僕はもうね、これですよ。シーマスター、黒の目。 このライスブレスセット、かっこいいですよね、これね。こんな感じ。これ今日ちょっと僕ね、夜散歩につけてたのに時間が今合ってるんですけどね、これ。こんな感じ。どうですかこれも一度オーバーホールしております。こんな感じ。いいですね。どうですかうん、こんな感じでちょっと今日はね、 あの僕の持っているオメガをね、こうやって皆さんの前に出させていただいて、あのー、いろんな形がありますよと、オメガも最高なんですよね、はっきり言って。で、オメガのいいところは、どんな中継さんに持ってっても、ほぼほぼオメガの時計っていうのは嫌られることがないんですね、あのー、単純構造ですごく直しやすくっていうことで、30ミリキャリバーとかね。 すすすごく手入れしやすい機械なんですねそういうところでオメガってすごくこうヴィンテージの入門では最高のブランドだと思うしこんだけたくさん色があったり。 形があったりするブランドなので、またよかったらぜひオメガもね、調べていただいたらいいんじゃないかなと思います。一本一本は個々のコンテンツできちっとさせていただいてますので、またよかったらそれもね、掘り起こしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。もしあれでしたら、もう一回スパイダーダイヤルやってほしいとあったもう一本のね単体できちっとご説明させていただきますので、そういうこともでよかったらあのコメントにお残しくださいませ。成功のね、56の GS、このキャップゴールドが来るまで、もう少しだけ時間が かかりますで、1本、ね、シズンが来ます。で、昨日ちょっとコメントでシチズンのことをちょっと頂い,いた方がいてて、調べさせてもらうとかっこいいの持ってるんですよ、めちゃくちゃ。これもあの、こういうライスビンのね、プレスレットが付いてるんですけども、かっこいいモデルをお持ちで、なちょっと調べたくなるじゃないですか。かたまたまちょっと1本出てきて、もうちょっと変わってて、あのね、リーダースチューデントっていうモデル。 あの、風貌がむちゃくちゃポコンってなっててね、それ僕気に入ってそれをちょっと買ったんですよ。なので、これはちょっと明日ぐらいには載せれるかなと思うんですけど、一旦休憩でシチズンがちょっと入ると。シチズンもかっこいいやついっぱいありますからね、危ないんですけども、あのザ、雑誌シチズンとかね、ああいうタンの今のね、あの、やつもちょっと見てみたいなと思いますけどね。 まあいう感じで、ちょっと 56GS キャップゴールドが来るまでは、こういうちょっとまとめ動画を少しずつやっていくと思いますので、またお時間ございましたら、ぜひご覧になってください。チャンネルはね、登録いただくと本当に嬉しく思います。今後も皆さんに喜んでいただけるチャンネル、えー、楽しんでいただけるコンテンツを一生懸命させていただきますので、またよかったらチャンネル登録いただいて応援くださいませ。コメントは必ずお答えしますので、またよかったらコメントもお残ちくださいませ。今日は私が所有しているこういうオメガ。 この素晴らしいスイーツのブランド、オメガを皆さんと一緒に見させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。